さあ、こちらにおいでやす。そういうことか。これは奴らに接触するチャンス。行ってこい。次々と子供たちが消えていく怪事件、真相の糸口をつかむにはもはやこのサーカス以外にない。しかし接触することには成功しても、これだけの注目の中、一体どう探りを入れるつもりだ、セバスチャン。じゃあアンさんはこっちで寝そべって。ああ、なんというつぶらな瞳、柔らかな耳。しまった、虎は猫科だ。見たことのない鮮やかな縞模様、とても愛らしい。おや、少々爪が伸びすぎているようですね。お手入れをしなくては。肉球もふくよかで、とても魅力的ですよ。